カドガン伯爵は、イギリスの伯爵、貴族、グレートブリテン貴族爵位。これまでに二度創設されており、いずれもカドガン家に対する助爵である。カドガン家は、ロンドンの高級住宅地ケンジントンチェルシーを辞書に持ち、英国長者番付にもその名を連ねる一族である。本校では、一族の現在と関係性の高いハンス,スロー音教についても触れる。 H. スローン教特使家、ハンススローン教は大英博物館会館やココア飲料普及に寄与した医師である。彼は1712年にチェルシー地区に位置する邸宅を購入した。この時に邸宅と合わせて166エーカーもの敷地をさらに手に入れている。スローンには男子がおらず、彼の死後は二人の娘エリザベスとサラがその辞書を相続した。そのエリザベスが 第二大カドガン男爵と結婚したことで、カドガン家へとその所領が相続されることとなった。また、サラの相続分も後に同家が吸収している。その後もカドガン家は19世紀の人口増加に、合わせて、巧みに、土地開発を行った。ゆえに、同家は現在でも英国屈指の資産家である。初代伯、ウィリアムカドガン伯爵家の僧ウィリアムカドガンは、初代マールバラ公。 ジョン・チャーチルに仕えて、スペイン継承戦争を活躍した軍人である。彼は1715年ジャコバイト法規を鎮圧した、翌年の1716年に、バークシャー州レディングのカドガン男爵に除されている。さらに、カドガンは1718年に、グレートブリテン貴族として、デンビー州における、カドガン伯爵に少女するとともに、合わせて、オックスフォード州における、 カベシャム死爵及び、バッキンガム州、オークリーのカドガン男爵を授けられている。一連の爵位のうち、1718年創設のカドガン男爵位には、弟チャールズとその子孫にも相続を認める特別継承権が付与されていた。そのため、初代白が男子なく死去すると3つの爵位は、廃絶したが、カドガン男爵位のみは、弟チャールズがこれを継承している。 二代男爵チャールズは、妻より、スローン家諸領を相続して、一族交流の礎を築いた。彼の後はその息子、チャールズ・スローンが爵位を継いだ。五代白ジョージは、チェルシーの近代化に邁進した。三代男爵チャールズ・スローンは、ホイッ等の政治家で、エドワード王子付け手元金管理長官や、造幣局長官を務めた。彼は1800年に、 グレートブリテン貴族として、カドガン伯爵及びミドルセックス州チェルシーのチェルシー死爵を授けられて、74年ぶりに伯爵くらいの最高を果たした。初代伯は1777年に、所領開発を進めるべく、建築家ヘンリー・ホランドに土地の大部分を貸与した。ホランドも、その期待に応えて、スローン街やスローンスクエア、ナイツブリッジを完成させている。 その息子である二大伯チャールズは病気がちであり、領地経営を行うことはできなかった。彼が死死なく死去すると、爵位はイボテイ・ジョージが相続した。三大伯ジョージはナポレオン戦争に参加して、赤色艦隊大将にまで昇進した提督である。彼は就職の前年に連合王国貴族として、オックスフォード州カベシャムのオークリー男爵を得ていたため、以降はこの爵位も、 伯爵くらいの従属爵位に加わっている。その息子の四大伯ヘンリーは外交官として活動の後政界へ転身、レディング選挙区選出の庶民委員議員や国王親衛隊隊長を務めた。伯爵家の辞書ナイツブリッジにある英国最大的剣道保百貨店ハロッツ。五大伯ジョージはチェルシーの大規模な再開発を行って視聴者や病院、 教会等の建設にも愛心した人物である。彼の第二、チェルシーの街並みも、ジョージアン様式から、アンジョー様式へと変貌を遂げている。政治家としても、王子証書やアイルランド総督を歴任している。その総尊にあたる八大伯チャールズが2020年、現在の伯爵加減当主である。その八大伯率いるカドガンエステートの有する資産は68億ポンドにも、上り、 チェルシー地区に93エーカーもの辞書を要するという。かつての一族の邸宅は、サフォーク州カルフォードに位置するカルフォードパークで、現在は、私立校、カルフォードスクール校舎に転用されている。一族と爵位に係るモットーは、嫉妬するは、二流のものなり。現当主である第八大カドガン伯爵、チャールズ・ジェラルド・ジョン・カドガンは、以下の爵位を有する。 かつての邸宅カルフォードパーク社位の法廷推定相続人は、現当主の息子である、チェルシー主爵エドワード・チャールズ・カドガン。法廷推定相続人の法廷推定相続人は、その息子であるジョージ・エドワード・チャールズ・ディーザー、カドガン閣下。カドガン家系フズ借迦法に換算すると、約20万3200坪に相当。日本円に換算すると、 約9122億円。借還法に換算すると約10万坪に相当する。ありがとうございます。